はようございます。山男チャンネルです。今日は10月の、ね、25日ですね。高い山には、ね、もう雪が、積もっております。平地でも、ね、気温は10度ぐらいということでかなり、ね、冷え込んでいますが、またキノコ狩りに、ね、来ております。まあ、いつ、ね、今年最後になるかわからないですけど、まあ、取れるだけ、ね、取っていきたいと思っております。で今日ね、お見せしているこのキノコは、霜降りしめじですね。何回かあの動画でもお見せしておりますが、美味しいね、キノコなんですけども、結構ね、取れてます。いいやつがね、取れてます。まあ、もうちょっと探していきます。こちらはぬめり口ですね。ちょっとね、花が開いたりして傷んでますけど、すごく大きくてね、綺麗なやつですね。色がすごい綺麗です。またこの辺ね、霜降りしめじがたくさんね生えてます。なんかすごい角で生えてるな。わすごい、こっちの方まである。これはなかなかですね。うわ綺麗。すごいですね。ちょっと取ってからね、後でお見せします。なんかでもね、ちょっと他の人に取られたのかな。ちょっと株がね折れてるようなのがあるんで、まあ、他にもやっぱ人がね来てて取ってきている可能性がありますね。いやー、もったいない。この辺茎がね折れちゃってます。あら、相当大きいやつが多分出てましたね。この辺は茎がね折れてしまってます。もうちょっと丁寧にね取ってほしいですね。自分が言うのもあれですけど、すごいいいやつが、でも残ってたやつ取れました。ちょっと古いですけどね、正源寺が出てます。ここにもね隠れてます。こっちの下にもあれ、どこだ、これだ、ここにもあります、ね。まあ食べれないことは、ね、ないですけど、量が少ないんでね、ちょっと見送ります。正源寺ばっかだなと思ってたんですけど、もしかするとあの下にね松茸があるかもしれないですね。かなり傘が開いて、ただ怖い、足元がやばい、断崖絶壁。いやでも怖い、どうやって取ればいいんだ。よいしょ、危ねえ。取ってみましょう。わあ、多分、いや、来ました。うわ、松茸、やった。取れると思ってませんでした。この下にも、もう干からびとるけど1本ある。腐っとるかな、ちょっと抜いてみますか。あー、かなり、あー、これはちょっときついかな。こっちはね、だいぶ傷んでます。まあ、一応持ってっか。でも茎はもう腐っとるな。いや、でもすごい、一応2本取れました。あるんだ。すごくいい雰囲気の松林に、ね、なってきました。まあ、時期が時期なんでね、もう厳しいとは思うんですけど、ちょっと松茸をね探していこうと思います。このね、いい斜面を、探して回ってますけど、まあ、正源寺はねポツポツあるんですけど、なかなかさすがにお松さんには、松茸にはね行き合えない。この辺に正源寺はね出てます。まあ、結構綺麗なやつがね出てます。でも松茸はな、厳しいな、やっぱり。これはまさか、これはまさかの本物かもしれない。ちょっと香りを、
うわー、本物でした。松茸また出た。ちょっとこれもだいぶ古いっすね。しょうがないよな。ちょっと茎がもうね軽いんで、多分虫が入ってはいると思いますが、まあしょうがないですよね。この時期なんで取れるだけでもありがたい。すごい独特の形ですけど、香りもだいぶ薄いけど、うん、でも松茸ですね。すごい3本目やっぱりやりましたね。この斜面は絶対あると思ったけど、予想通り。本当ハイシーズン来たら相当取れるんでしょうね。正弦じゃね、今日は取らないって決めてたんですけど、っていうのも結構ね今年取ったのでもういいかなと思ってたんですけど、まあまあ良さそうな正弦地がねこんな感じでいっぱいあるので、ちょっとねこれから、まあ、この付近にある正弦地を集めてみたいと思います。このねビッグ、まあ今全く入ってないですけど、ここにね、どれぐらい取れるのかちょっとね、やっていきたいと思います。それでは行ってきます。本当に取ってくださいとね言わんばかりにいいやつがねあるんでしょう。結構裏もね綺麗。こういうやつがね結構生えてるんで、ちょっと取らざるを得ないですね。キノコ狩り魂がやっぱりかき立てられちゃいます。よいしょ、うん、綺麗ですね。すごいですね、出たばっかり。これもね、すごい裏が綺麗です。意外とこういうのね、まだ本当に出始めのやつもありますね、ちっちゃい。すごいですね、ハイシーズンを思わせる正弦地の量です。この辺は本当にちょっとまあ傷んでるのかもしれないですけど、生えてるには生えてますね。綺麗なやつを取っていきましょう。ちょっとやっぱ傘の裏がね傷んでますよね。色がちょっと悪いですね。まあ、これはギリギリ。こっちもいいですね。またまとまってね生えてます。あ、これ綺麗ですね。あ、半分に裂けた。こんなことある？すごい、でかい。これはわー、でもしっかりしてますね。すごい肉厚。はい、ちょっ
付近のね、この近くの正源寺をね、取ってきましたけども、まあ、B 級のね3分の1ぐらい取れましたがね、今この辺かな、はい、ぐらいが取れました。結構ねいいやつがいっぱい取れたんで、まあ、もう少しね量が増やせるようにこの先頑張っていきます。すごい綺麗な栗かけに出会いました。すごいですね、これは今年一番ですね。かなり大きい株です。上りもねここを通ってたんですけど、全然この株がね目につきませんでした。すごいのがあります。これはすごいですね。かなり取れましたね。すごいです、栗だけ大量。正源寺もなんだかんだで陸いっぱいね取れましたね。しかも結構いいやつですね。寒い時期にしては身の締まったやつがねたくさん取れました。